こんにちは、転売王堀秀夫です。今日はオーストラリアのアマゾンですね、まあ、FC 物流倉庫の場所とか、その採用状況なんかのニュースをお知らせします。まず、倉庫はすでに確保済みでですね、ニューサウスウェールズ、イースタンクリックという場所に、手当て済みと。で、よくね、オーストラリアというと出てくるオペラハウス、そこから車で西へ、約1時間行ったところです。で、去年の11月にですね、120名以上の、アルバイト、職員、社員をですね、ブリスベンとシドニーと、それからメルボルンで採用済みと。あと、アマゾンがね、進出したら打撃を受ける企業ということで、毎回出てくるのが、この家電を売ってるところと、あとスーパーですね、なんかが出てきてます。もう大体ね、ひどいダメージを受けるねというのをね、これ常々言われてます。そんな形で、開始直前までね、おそらく、何のアナウンスもないと思うんですけど、当然ね、もう人採用したり工場を作ったりしてますんで、そういう情報は出てきてます。また、ぼちぼち、こういった情報の方分かりましたらご連絡します。オーストラリアのね、アマゾン開始、こちらのメールセミナーに登録いただくと、いつから始まってこうすれば参加できますという情報を流しますんで、クリックしてメールアドレスとお名前登録しておいてください。以上、転売王堀秀夫でした。